はい、こんにちは。ジョイサーフチャンネルのこまりです。はい、カメラマンの唇大魔人です。おはようございます。早速なんですけど、今日の企画を発表したいと思います。こまりは1時間で何本塗れるのか、よいしょ。こまりさんはサーフィン始めて、まあ、半年ちょい、まあ、7ヶ月くらいかななんですけど、まあ、1時間で何本乗れるかっていうのを検証していきたいと思います。まあ、3ヶ月後期くらいにこの企画をやっていって、まあ、どれくらいこまりさんが成長したのかというのを、まあね、記録として残していく、そんな企画になっております。では早速行ってみたいと思います。レッツサーフィン。1時間で何本乗れるかチャレンジとなっております。いつも通り実況解説はカメラマンの唇大魔人がやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、現在朝の6時30分でスタートします。はい、お願いします。いってらっしゃい。今日の天気なんですけど、晴れです。28度くらいかな、26度7度。今日30度近くね、行くそうなので、めちゃめちゃ暑いです。水分補給しながらね、カメラを回していきたいと思います。準備が整ったようです。お、早速ですかい。おー、来た、こいでる。ガガガガガガ、いいぞ。おい、Thank you very much。 まず1本目決めていった。おー、6時34分、2、3分しか経ってないですね。2、3分しか経ってないのに1本目です。1時間で10本乗れたらいいかなとは私は個人的に思ってます。まあ、見てくれてるね、皆さんはサーファーの方が多いと思うので、まあ1時間でね、まあサーフィン始めて7ヶ月くらいかな、半年ちょっとぐらいの時は何本乗れたかなとか考えながら見てくれたら嬉しいです。逆に今ちょうどね、半年くらい、サーフィン始めて半年くらいだよって人は、まあちょっとね、そういうのも挑戦してみるといいかと思います。さあ来ましたよ、2本目。漕いでます。はい、ポーツマス、レッツゴー。あー、さあ来た、ゴー。二個角全開。そうだ、立ったけど怪しいな、怪しいっすな。まあね、何本テイクオフができるかが目標だからね。おー、ちょび返ししてきた。オッケー、いいでしょう。2本目は、10分経ちましたね。5分で1本ペースです。見てください、あの後ろにほら漕ぐやつ、バタフライみたいな、もう一丁前な感じ、サーファー感出しますね。しかし、お、マジ？こんな短い距離で漕ぎで行けちゃうの？嘘でん、けんやろ。すーげー板斜めになってたけど、おー、一丁前ですね。やりますね、おまりさん。お、すごい、おじさんゴルフしてる。ゴルフしてる話したら来たよ。いけるやつ、ガンガン、ゴー。出た、掘れるかチェックしていかないやつ。さあ4本目来たんかい。ゴー。浜辺でゴルフ練習するの洒落てるな、後ろ姿。はい、ナイスオン。おまりさんも板の上にナイスオンしてくれよ。来た、無理やん絶対、漕
き始めんのが遅いよ。おっと、来たぞ。お茶飲んでたら来た。ゴー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 、こいでこいで、もっともっともっと、頑張れ頑張れ頑張れ、おい、センキュー、ゲーおやおやおや、マジマジンガ絶対無理だと思うよ俺。うお、マジかよ、マジンガグレイト。お、ちょろ返しちょろ返し、何本目か焦っちったな。3、4、5本目、やるやん、マジでいいペース。まあ、20分経ちました。20分で5本。へいへいへい、6本目いくんかい、いかんのかい。フェイント多いよ、フェイント。待って、うねりめっちゃ入ってきてるよ。マジいけ、これいけ、これか、これ出た、ビビったしばらくお待ちください。ビビった、いけよ。うわ、かっこいい、あの半袖のさ、あのマントみたいなやつ、なんなんですかあれ。ロングボードの人がよく着てるロンジョンってやつ、あのヒラヒラしてるシャツみたいな、あれ超かっこいいっすね。マントじゃん、バットマン、バットマン。あ、来た、小森さん来ました、小森さん来ました。6本目、バットマンライド、バットマン、あ、ノーバットマン、ノーバットマンです。さあ来た、漕いでる。6本目ゲッティング、うおー、ゲッティング、6本目、オッケー、長く乗れ、長く、いいねいいね。ちょっと前に足出して、あれはなんじゃ、オッケー、6本目ゲッツ。こうやって見ると板も青いし、ウエットも青いし、青ばっかやな。ポセイドンですよ、クゲ沼の、クゲ沼のポセイドン、海の神ですからね。バシバシとして乗ってもらわないと、こっちも暑い中撮ってんすよ、麦茶飲みながら。アイス食いてえな。いや、見てくれてる方はちょっと分かると思うんですけど、私、カメラマンはですね、ちょっとお医者さんにちょっと痛風気味だから、ちょっとね、体調管理とか、まあ、食事制限したりとか、体のことを考えた方がいいよって、お酒を、ね、控えるとか言われて、最近ね、1日断食みたいなのしたんですよ。ファスティングってやつ、かっこよく。なんで話してると乗るんだ、いつもあいつは。ね、ファスティングしてて6キロ落ちたんですよね。6キロ、おお、立つんだな、こういう時に。7本目、6キロ減ライディング、 OK OK、 Thank you very much。 7本目です、 OK。7本目、8本目か、ちょっと焦っちゃった、ごめんよ。あ、これいけるやつ、お、めっちゃ見てる、ちゃんと。オッケー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 、いいやん、8本目にしていいの出た。うぅ、ちょろ返しもしていく、グラッツェ。うぅ、8本目、はずえ、間違いがなきゃ8本目、いいっすね。8本目なんで時間チェックします。現在の時間7時30分、え、30分で8本、そう、じゃあこのペースでいったら16本いけるよ。さあ
然おおちょ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 うちょっと今何話してるのか分かんなかったけど9本目 Thank you OK あ、これはちょっと乗ってくる人多いんじゃない？大丈夫？邪魔になんないかい？ちゃんと見てる。OK ああ、危ない危ない危ないよー、後ろ見てよ、ちゃんと怖いな確認チェック、しっかりチェック厳しく10本今10本乗りました、現在の時間発表しますちょっとこれちょっとアップにしてみたいな7時5分ですなので、37分ぐらい経ちました37分で10本ああだいたい4分に1本ペースぐらいか守ってますねちゃんとさあ12本目当たり前だよ前田さん前田さんなんてうちには12本目 Thank you 邪魔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 ごめんなさいさあこいでるこれはいけるやつ13本目ポセイドン13本目フライアウェイうまあまあまあボヨンニングしましたねうー14本目目標まであと1本その後ろもいるでそのもう1個後ろもあるでほら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 そう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 頑張れラスト行くんだ15本決めろぶちかませカモンセンキューオーケー横に走ってるオーケーちょっとだけ横に走った15本達成ですおめでとう勝手に15本って目標を決めたけどおめでとうおめでとうございますさあ残り時間は10分となりました現在15本ですはあ、はあ、来てる来てる来てる方向転換そう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 ゴー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 16本目いけるグーフィーうーオッケーグーフィーそのままうわおー崩れちったオッケー16本目イエスラクラクおお17本目いけそうやるじゃん。オッケー。あ、時間かな。17本経ちました。さあ、小森選手帰ってきて何本経ったと思うかちょっと聞きたいと思います。多分本人は多分10本くらいって言うのかな。でも私の数え間違いがなかったら間違いなく17本です。17本か16本。ま。3ヶ月後、半年ごとこの曲はやっていきたいと思いますさあ質問です何本経ったでしょう1時間で5本なわけないじゃん自分でえ？テイクオフした数だからね7本は数えたおーなるほどね正解は17本ですてな感じで今回は終わっていきたいと思いますこのチャンネルが面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれじゃあまた次の動画でお会いしましょうバイバイ17本だよ
やる